マナガ・タカは兵庫県姫路市出身の元プロ野球選手、プロ野球指導者。引退後もベイスターズ一筋でスカウトや指導者として活躍している。2018年から横浜 DNA ベイスターズのファーム監督を務めた。2020年からはファーム総合コーチ。姫路高校から中山成功所へ進む。1992年に 日本生命の補強選手として出場した都市対抗野球で優勝。1993年には自チームで都市対抗野球出場を果たし、ドラフト6位で横浜ベイスターズに入団。1995年、プロ入り第1号ホームランを今中真嗣から放つ。1997年、プロ野球脱税事件に関わり、 懲役10ヶ月の有罪判決が下される。球団からは、翌1998年の開幕から4週間の出場停止処分を受けた。1998年、右の代打や主力選手小障時の代役として優勝に貢献。打撃成績のほとんどで自己最高を記録。2003年、 7月31日の阪神戦で5年ぶりとなる猛打賞と本塁打を記録。2005年、セパ交流戦中に初スタメンとなった西武戦で勝ち越して記事打を放つ。2006年、開幕は1軍で迎えたが、1週間後に2軍に降格。以後2軍で調整していたが、6月に故障するなどして、1軍昇格は見送られ続けた。その後10月に、 現役引退を表明。10月9日の対広島戦が引退試合となった。最終打席ではマイクロマノの前に三振に倒れた。引退後は横浜2軍、湘南シーレックス内野守備、総類コーチを務めた。2010年から2012年まではスカウトに転身し、桑原正幸、宮崎敏郎、安倍武輝を担当。 2013年から2015年までは DNA2 軍内野守備、総類コーチに復帰。2016年から2017年までは1軍内野守備、総類コーチ。2018年から2019年は2軍監督を務める。2020年からは2軍総合コーチ。水品高之による4コマ漫画、佐々木様に願いを、に登場するリトルマン久志く君は、 万久子が、モデルになっている。鉄壁の内野守備を誇る、いぶし銀のスペシャリスト。現役時代は主に控え選手として、レギュラー陣のバックアップを務めた。2013年に二軍内野守備、総類コーチに就任すると、当時早急イップスに苦しんでいた、プロ二年目の渡辺勇気に目をかけ、毎日喪失でノックを打つなどつきっきりで指導していた。渡辺が、 イップスが原因で試合に出たくないと言っても、万久しは大丈夫だ。ミスしても起用したこっちの責任だから思い切りやってこいと勇気づけた。その後も二人三脚での練習は続いたが、イップスはなかなか改善できず、2015年に渡辺は外野手に転向。渡辺はここまで練習を付き合っていただいて本当にすみません。また、 明日から頑張りますと万久氏に頭を下げたが、お前がその気持ちなら、俺もすっきりした。俺の力で気持ちよく投げさせることができず、申し訳なかったと言葉をかけた。その後、渡辺は、イップスを克服するものの、一軍でチャンスが与えられず、2016年に現役を引退となった。万久氏は2019年に二軍監督に就任すると、練習に、 身の入らない若手選手に対し自分が昔見ていた渡辺祐希という選手はものすごい練習していたぞ。あれだけ練習をしても一回も一軍に上がれなかった選手がいる。お前らはどれだけ練習しているんだ。コーチをもっと利用しろと叱責している。ありがとうございます。